もう見て垂れてきてる。垂れてきてるでしょ。やべえ。君たちのいない間にね、僕はね、この日をそこの下にね、すごい雨降ったからね。すごかったですね。雨が取るのも忘れて避難したよ。ちょっと置いてみよう。虹が綺麗でした。虹が綺麗だったよ。はい、虹が綺麗だったなぁ。うわぁ、こぼれてる水が。すっごい水分出てんじゃない？うわ開ける場合？はい。うわぁ、すげぇ。すげぇ。熱かった思いのほか。それうわ、いい匂い、そして。うわ、やばすっげぇ。水分ゼロやったですもんね。カレーのルー入れましょうか。入れますか。入れますよ。はい、はい、どうぞ。ありませんね。ありませんね。ありませんね、どう見ても。うん、まあ、うわこれ、美味しかでしょ。混ぜましょう。おうおう、このまま上やってこう、対流するんだよ。多分そうだよ。すげぇ。じゃあ、このまま蓋閉めて、はい、ほたらかします。おぉ。これと一緒にあれできないですか、米。米したやろ。米も一緒にやりましょう。やりましょうか。米も米って置くだけでいいのかな。じゃあないんすかね。では、はい、でもいい感じになってきたので、はい、ご飯も炊いていきましょうか。ご飯も炊いていきます。おお、どんぐらい炊けばいいんですかね、これって。20分ぐらい。え、20分よね。20分だと思います。なんとかパッパ、なんとか中みんなパッパ、赤子泣いても蓋取るなみたいな、中パッパ、はい、それでやっていきましょう。やっていきます。待っときます。はいはい、それでは、はい、これ俺見てないけど、はい、視聴者の皆さん見た、これ。多分見てるはずですよ。視聴者の皆さんも見た。はい、これやば、これさ、ゆぴ、俺らが氷買いって言った時にさ、水入れたろ。おい、ぶったたくぞ。大雨でね、そんな大雨なかったで、すっごい雨降ったって。ちょっとやばかったね。もうやばかったけど、避難させたい、しょったって一人で。前に焼肉焼いていくよ。はい。おい。俺の日大変だったっていう話は聞かんと思う。どんな大変やった？すっごい大雨でさ、もうこれバシャンバシャン言うわけよ、はい。これやべえなと思って、これをね、熱いのをね、我慢してここに置いたわけだよ。はい、置いたこの風が吹くわけよ。焼けてるよ、一個。おい。はい、焼けたよ。はい。もういいよ。諦めた。ほらほはよ、おめえのコーラ準備してるっつんだろ。焼けたって、はよせんと。おめえのコーラだろ。白いのがかっこいい。ちょっと途中経過不安になってきたね。いいかい。はい、あげるよ。はーい。うわー、やば、カレーじゃん。マジでいいよ。っとできてる。じゃあ、ご僭越ながら乾杯の温度を、はい、いただきます。はい、よろしくお願いします。よろしいですか。はい、はい、では、なさかい通過キャブブー、乾杯！乾杯！何回目でございます？あ、これ美味しかった。お肉。うま。ああ。タレとか用意して。あ、もう開いてきた、開いてきた、浮いた、浮いた。ああ、それやばいやばいやばい、抑えないと。抑えないといけないの？すげえ。ちょっとお肉どんどん焼けてる。はい、どうぞ。よろしいですか？こちら置きます。はい、ありがとうございます。いただきます。はい。どうですか、湖の見えるほとりで。やっぱりね、シチュエーションって大事。美味しい。うん、美味しい。いただきます。うまそう。この前食った焼肉よりね、うまい。いただきます、うん、もううまい。うーん。うまい、はい、放送席、放送席混ぜます。うわうわ、それやば。うわ、マジかよ。マジかよ。うわマジかよ。やば、うまそう。うわ、なんかこれすごか。手羽元や、それ。絶対うまか。あらか。あらか、あらか。なんこれ。なんかトマトがいい感じする。ですね。ね、これなんかカレーよね。カレーですよね。すげえ。これ、ほら、刻んで正解ばい。刻んで正解やろ。正解。それでは、こちら。はい。はい。これ、絶対美味しいやつ。味付け肉を焼いていきます。うい。はたに、あ、ありがとうございます。はぁ、使っ、じゃあ、はたのお皿。はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、行きました。ありがとうございます。カルビ肉、うまうまうまやろね。うまい、いやー、うん、うまい、うん、白飯が欲しくなる。うん、甘っ。これやばいっすね。これやばいっすね。うめぇ、バラ今から言っていく。うまい。ご飯ちょっとおとなしくなって。マジっすか。なった。でも赤子泣いても蓋取るなっていうぐらいですよ。もう泣きおらんけん。ちょっと開けてみか。おお。え、マジ。え、これ米？米や。
ちょっとつまんでみてよか。うん、食べて、食ってみて。すげえ。ごめん。熱そう。どうも。新米。芯はない。ない。お米。ちょっと緩めぐらい。緩め、うん、ちょっと緩め。へえ。マジ？じゃあ、村瀬ギョーかやん。村瀬ギョーあと大丈夫よ。じゃあ、村瀬ギはい。二千枚やったね、村瀬。はい、そうですね。村三馬家。村三馬家。そうね。村にせんかはい。うわ、ご飯もできたっすね。ご飯できた。ちょっと。完成やろ。はい。味が気になりますね。ちょ混ぜるよ。ちょ混ぜて。あ、やばい。どんな感じ？ドロドロかけ。トロ野菜細かくった方が本当良かった ね、 ね。味見しましょうか。味見しようか、うん。これ味見ですもんね。うん、さあどうですかね。カレーできてるのが。なんかね、俺ちょっとなんかが足りない気がする。足りない？塩コショウ？なんかが足りない。なんか。なんだ？ケチャップとかさ、あそんな。そっち系。なんだろうな、なんだろうな。オイスターソースとかなんか入れた。水分が足りない。水分が足りないよ。いやでもご飯食ったらうまいよ、多分、うん、当たり前にうまいカレーにはなってるけど、うん、何かが足りない。無水にしてはなんかもうちょっと味濃くても、ね、塩コショウとかそんくらいのもんかもしれない。あ、さあそれでは皆さん、はい、カレーをついでいきたいと思います。チーズもあったというですよね、とろけるチーズが。そうだね、買っといた。うわうまい。いやいいね、いいね、これ完璧ですね。うわー、食いてー。うわうわうわ、あ、ちょっとシャバシャバですね。こうしたら多分ちょうど良くなるよ。うん、あ、乾いて乾いてちょっと乾かすぐらいの。ちょっとずつ乾かして、ここちょっとこう、はい、乾かしながら乾かしながらキャンプに来て白飯が食えるとはね、最高だ。ああ、おこげおこげ、あ、本当だ、おこげ出てきてる。最高おこげ最高強火でやるとやっぱちょっと焦げるんでしょう ね、 ねカレーを入れます。とか手羽元、手羽元も入ってるから。最高やん。うわうわうまそう。やべえ。手羽元を一つ入れます。カルビもねめっちゃ美味しかったさっき。うわ、はい、出来上がり。はい、これガッチャン。おお、いいんすか。ガチャンスポンコエ。イエーイ。チーズこんくらいかな俺。うえ、見て。最高。俺がキャンプで最高だぜ。それでは皆さん、はい、いただきます。ですか。はい、すいません、カメラの人さん、はい、僕ら先に、はい、いただきます。いただきます。なるほど。福神漬けも一緒に。どうですかね。ご飯と食うと。また味は変わるのか。うん。それでも何か一つ足らない。なんか足らない。なんか足りんよね。何かが足りない。なんか足りんでしょ。なんか足りないですね。なんだろう。塩コショウ？でもうまい。うん。いや、うまいは間違いなくて。カレーだけどなんか足りんね。何だろう。ルーをもうちょっと入れないでね。重いのかそうか。カレーのこのダッチオーブンが正解。ちょっとルーが少ない、うん、あ、普通にカレーですね。普通にカレー、うん、なんかね、なんか足りないですね。なんかパンチが効いてないっていうか、なんか味が足らない。なんか味が足りんよね。ルーか。いや俺多分ルーが足りない、うん、少なかったんだと思う、うん、ルーですかね。これはこれルー多かったらもっと美味しいよ、うん、もうちょっと、うん、みんなで座って食べよっか。あ、そうです。ここの近所にさ、さっきかぐら姫っていうさ、湖のあんや、うん、あそこなんかカブトムシが飛ぶらしかった。へぇ、行ってみるか、うん、手羽肉食った。食った、うまいんだよ。マジでうまいんだよ、うん、あ、野菜蒸しみたいになってるだろ、うん、うまいよな。手羽肉と牛肉はうまいんだよ、柔らかいし。手羽元正解やったね。正解。骨から出汁出てんのかな、うん、美味しかったね。美味しかったですね。カレー。ほら、みんな綺麗に食べたろ。カレー食事。なんか足らんばってんね。なんか足らんばってんね。なんか足らんばってんね。綺麗に食えたわ。うまかった。いや、大成功じゃないですか、カレーは。結構カレー、多分ね、ルーの足らんっていうことけんが、ルー足したら絶対うまいよね。うまい。カラカとかしか残らんけんね。うまみの中で。多分ルーやろね。ルーやろね。だけど、2箱買おうって言ったら、1箱で分かっちゃうよね。2個ぐらい買う？いや、1個で十分。中から。君だ。おーいちということで、はい。はい、僕ら今、はい、カブトムシを取りに行っておる模様です。なるほど。はい、ここ。ここはどこ止めるのかい？これに止めていいのかな？止めましょう。はい、止めましょう。ましょう。もうここにいるんすか？ここにカブトムシが。ここにいます。すげえ、はい。カブトムシポイントらしいです。皆さん、はい、
カブトムシ取りということで、はい、僕らが来たのはこのシダカ、カグラメ、カグラメコ遊歩道で、最近なんかね、この近辺で小学生の女の子が亡くなってから幽霊が出ると、うん、はい、というところでございます、はい、小学生の女の子見かけても雨の日の夜は車に乗せないでくださいという看板があるらしい、看板もあるらしい、幽霊だから、はい、だからもうここ、はい、国立 の、 あのキャンプ場だけ ど、 だけど、国が認めた幽霊、はい、免許かなんか持ってるのかな、すかちゃんと看板にあるの、すげ、雨の日の夜だから、こういう夜が一番出やすい、うん、すに女の子が乗せてって言うけど、うん、絶対乗せちゃいけない、うん、じゃあクワガタ取り行きましょう、はい、行きましょう、目的はクワガタですよね、いや女の子を助けるために虫じゃあちょっと2人こったり前にどうぞ、はい、いやー、で結構これはあのすごく有名な心霊スポットらしいですね。で、今回カブトムシクワガタ取るっていうのは真っ赤な嘘で、はい、肝試しですね、はい、看板がね本当にあるらしいから、昔はあって今は撤去されてるかもって書いてあったけど、とりあえず看板一つ目なんかあったよ、 H エッチな女の子だったのかなカチャカチャカチャ、おい、もうちょっとこれガッチャ、連鎖的にユーピーさんまでゲットしましたね、2連鎖ということで、夏の風物詩、肝試しですね、夏の風物詩だからね、うん、え、どっちメインですか、今クワガタ取りクワガタ取りですよね、はい、おい、もうやめろだバカ、待ちかぶって一応カブトムシ探してるんですね。探してるみたいな。カブトムシポイントがあるんですか？カブトムシポイントが。いや、カブトムシも関係ないんですよ、これ。え？リアルに？リアルに死んで。本当ですか？え？リアルに言ってます？リアルに。え？さっきの話も全部本当の話。マジっすか？ネットで調べたら出てくるんですよ。え？調べない。え？本当ですか？本当だから、なんで真面目にカブトムシ探してるのかな。めっちゃ真面目に探してるんですけど今。クヌギの木もあるし。ちょっと開けた場所に出ましたね。お前怖くねえのか。釣りする人はね、夜中こんなとこガンガン行くから怖いんですけど釣り場が心霊スポットって結構あるもんね。うん、普通になんか知らないで行って後から心霊スポットって聞くことよくある。なんか感じない、なんもない、うん、ちょっと疲れた、こちょこちょやめろそのこちょこちょは連鎖してユーピー様でビビるから怖いち、いねえし怖い、やめてくれ、何が俺今の何もやってないよ、何か起きたみたいな、俺本当に今の何もやってない、しまくらちょこ、なんか足音聞こえない、ええ、ほらこっちから来てる人がほら下打ち、下打ち行こう、ちょっとなんか怒ってるんですかね、幽霊も。っていう。ほら、ずっと言ってる。聞こえないみんな。ん？雨の音聞こえないよ。ちょ、そろそろ俺も怖くなってきたから帰ろっか。怖いの？もう俺も怖くなってきた。これクヌギの木だ。本当だ。怖がっているかも。でも雨の日ないもんな。蜜も出てないっぽいですね。ね。もうこんなこと言ったら、ほんとそういう音が近づいてきてる。だろ？ん？帰ろっか。ほら。ほんとだ、お前ちょっと近づいてきてるよバカ、ちょっと帰りたくなってる、ちょっと帰ろう、今日は帰ってこう、でも成立しないよ企画、成立しない、うん、マジかよマジか、なんか宇宙バカなんだマジか、だってでもこの企画考えたのユーピーさんですからね、そうなんですか、ユーピーさんだけなんだよ、ユーピーさん俺、はい、怖いの好きだけど嫌いなんだよ、はい、一気分かんないでしょ、え、ハイって何、今のハイは、はい、なんか聞こえた、あれファイヤーなもんだ、なもんだ、なもんだ、ギリギリ、ギリギリだからね、今気持ちが、はい、行こうよ、行こうよ、行こうよ、行かないですか、行こう、行こう、こちょこちょこちょ
ムチ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 。多分この中で一番ビビってないの旗だよ。俺大体わかる。旗君ビビりっすか。はい、俺もめっちゃビビってるんですけど。めっちゃ近いな。はい、ビビってるもん。近い。めっちゃ近づいてくるんだ。ある程度触れてないと。こちょこちょこちょ。やめろってそのこちょこちょは。結構長いっすね、うん、おいもうやめろってそういうの本当にやめてくれ水じゃねえか。あとどんくらいあるとこれ結構ありますね。もう片道20分とか言ってますね。え、マジでそんな長いっすか。でもさ、この道もスポットないの。あ、もうすぐもうすぐもうすぐ、うん、いや、まだ半分くらいやん、うん、これ帰ってあれっすかね、うん、動画確認した時に映ったらあれっすね、うん、怖い、絶対怖い。おい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 一番ビビってねえんだよ。何したカメラマンさん。めっちゃおなら出そう。今おなら出そうやって言いました。おやめて、おやめて。今怖かったマジ怖い。今怖かった。ガチの顔してましたもん。怖いマジやばい。俺どっちかって言うと虫の方が嫌い。虫の方がダメなの。おお。やめてください。あ、また広げましたよ、なんか広げた、広げた、広げた。完全にこの辺人かじって草刈りしてあるもん。草刈りしてるね。最近コメントでも多いですもんね、うん、心霊がちょっと少ないようですが。あ、本当に何もないもん今、うん、何もないよ。で、今日からまた始まるってことだよ、うん、今日からだから持って帰んの、うんうん、俺が大体持って帰るから。お持ち帰りする。お持ち帰りしちゃうの幽霊を。、うん、一回あれどこやったっけ、犬鳴きか犬鳴きだの行って、妖怪さんが持ち帰った、なんか見られてたって言ってたから、うん、あのサンズさんがね、はい、サンズさんがなんか見えるらしくて。あ、サンズさんが言ったね、はい、嘘つきだな。持ち帰ってんじゃん。気づかないだけじゃないの。インチキでればいいし。ルフィどう、怖い。うん、空気がね、違ってきた。空気って違う。これ早く帰って車でクーラーで涼みたい。暑い。嘘。今汗拭いたいですもん。空気が変わってきたよ。もうすぐ、もうすぐ行ける。暑く？もうすぐ、うん。戻ったらまたなんか一杯飲みたいですもん。ね。俺、もう一杯飲みたい。俺はもう、車で飲んで忘れる。エアコンつけて浜の姉妹の動画見るかな。あさぎです。あさみです。浜の姉妹です。浜のチャンネルですよ。その看板も探すの？探すよ。探すの？何の看板があるんですか？車に乗せないでください。乗せないでください。その看板が本当にあるんですよ。どこまで信じてなかったんですか？完全カブトムシだと思った。本当ですか？心霊の方が嘘でメインがカブトムシって思ってたんですね。エガちゃん心霊だなんて一つも思ってないです。これ蜜ベラーって流れとっぽい。あ、そうよ、蜜いそういないか。もう雨降っとっけんね。ねえ、男なのね。気が変な方なの。あの緑のなんだろう、バッタ。これ降りそうね、うん、あ、どうですか。葉っぱこさ、葉っぱが、ついでにクワガタおったらよかいね。最高。看板見つからなかったですね。看板なかったね。うん、何だったんだろう。でもなんか異様な雰囲気やったね、あの湖は。びっくりした、なんか。言ってたけど、うん、ある瞬間を境に変な空気で、うん、いや途中ユピ嘘やろって言ってたけど、うん、本当になんかね、段差降りた時にね、ゾワってした。みんなしたからね。なんか空気変わったって。後ろ側、うん、割れてる。なんか後ろが変な感覚あるもんね、未だに。ま、気持ち悪い。後ろ誰か来てね。具合悪くなった。見たくねえよ、見たく。なんで旗を振り向けんの、バカじゃないの。またキャンプ地に戻りましょうか。もうちょっといっぱい飲んで。ぶっちゃけさ、はい、前回キムが俺なんともないって言ってカラスがバサってなった時、うわーって逃げましたね。大体そういうやつがダメなんだ。最高にダサかったね。ぶっちゃけここら辺なんともない。うん、マジ？なんともない。うわ、おい、えが、何？スイッチ。
ビッカーもう勘弁してよ。聞いてきた。もうびっくりした。実は俺もちょっとドキッとついてきまそうか、よかった。そうか、ずっと遡ったけど、これが あ、もう帰ってきたね。あれ、もう一個、もう一個電池切れた。マジで、マジで電池切れた。え、なんで、わかんないです。さっき切り替えたんですよ。さっき切り替えた。え、それ本当に切れてんじゃん。嘘です。おお。やめろよ。何も喋らない。何も喋らない。何も喋らない。マジやったらどうしようって。やめろ。超大喜び。あいた。あ、つまれた。ちょっとつながつまれたって。は？は？俺のタオルが。もう。俺のタオルがない。え？やめて。俺のタオル盗まれたかと思って。やめて。なんか俺に降ってきた。もうすべてが怖い。面白い。面白くない。面白くない。楽しみだなとか言って。なんで俺先頭なの？あ、着いた。よかった。戻ってきましたね。よかった。お家に帰れた。はい。今ちょっと、あー危ない。無視した無視した。本当にね、帰ろうとしたらね、はい、ミラーが開かないの。本当だ、閉じたまんまだ。で、普通開きますもんね。このボタン押すやん、はい、見てこれ。あ、動いた。あれ、さっき動かなかったのに。なんすか、怖いっていうハプニングがあったという、はい、報告ですか。報告でした。これは昔からちょいちょいなる故障です。セレーチ。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。